私も今日初めてエリさんを撮影させていただいて、やっぱりお洋服への愛情がすごい伝わってきて、今日衣装で持ってきてくださったものもエリさんの手によってすごく大事に大事に綺麗にされてて、でそのやっぱ服への本物の愛情を感じることができたし、ファッションって表面的なものもあったりするけど、ちゃんとそのバックボーンまで大事にしているエリさんのいでたちが写真の中に収められたんじゃないかなと思って、すごく満足してます。やっぱり私自身もエリさんの発信するものをチェックして、あ、今こういうものがあるんだっていうのを教えられることもたくさんあるし、あとは、あ、そう、私もこれ気になってたんだとか、すごく問題だと思ってたんだっていうこととかも今まで以上に共有して、それでいてこう一緒にその問題視していることも含めて噛み砕いていくことができたような、そういう時間が共有できたので、これをまたさらにいい未来につながるように何か一緒にできたらなとも思いましたし、これからもいろんなことを教えていただいたりとか、逆に私も提案とかできるようにもっともっと勉強したいなって改めて鼓舞されたような気持ちです。撮られるの結構苦手っていうか緊張しちゃうんだけどファインダーの向こうにフミがいるんだって思うとなんか平気だった。多分でも撮ってる時に、あ、きっとフミは今こういうのを撮りたいんだろうなとか、こういう風にしたらいいのかなとかって、こう会話してるわけじゃないけど会話してるっぽくって面白かった。プライベートで話をしているよりもこう通じ合った感じっていうか、ちゃんと同じ方を向いているっていうのがすごい感じられたし、まあ、フミは私より10個ぐらい年が下だから、自分より下の子たちがちゃんと考えている子がいるっていうことがすごい心強いし、なんか未来が明るい感じがしたよ。